ダピー、どうもカンタです。皆さんの中で最近バズった MC バトルといえばどんなものがあるでしょうか。 MC バトルの配信が YouTube や ABEMATV などで当たり前となっている昨今では、 DVD だけでなく YouTube で気軽に MC バトルを見ることもできますよね。では YouTube 上に残っている MC バトルで最も再生回数が多いバトルは一体何なのでしょうか。そこで今回は昨年に引き続き MC バトル界の再生回数についてランキングしていきたいと思います。バース集や無断転載、字幕付き MC バトルなどは除いていますので、その点はご了承ください。今年は昨年のベスト10から広げてベスト30、ランキングも大きく変化しているのでお楽しみに。チャンネル登録もよろしく。それでは行きましょう。それでは早速第30位から紹介していきたいと思います。第30位は第4回 MRJ よりゴギガギガギゴ VS 未明です。なんと第3位にもかかわらず378万再生となっています。この2人というと第11回高校生ラップ選手権でも当たったことがあるカード、どちらも頭の回転が速く天才的な返しがいくつも見られました。特に最後の未明さんのゴギガギガギゴからの5ギガバイト、そして最後にあの言葉につなげるのは必見です。続いて第29位がアドバンススターツアーズよりインマン VS MC にがり AKA 赤い稲妻です。このバトルに関してはビートにリルナズ X のビートが使われているのですが、まさににがり覚醒と言わんばかりの完璧なビートアプローチを見せるところが見どころです。あまりの凄さにインマンさんも負けた後に強いっていう風に言ってましたからね。 UMB2021 そして高校生ラップ選手権の2連覇王者伊達じゃないです。続いて第28位にランクインしたのが第9回高校生ラップ選手権の決勝、レッコ VS リック G です。高校生ラップ選手権の映像として残されているものはいくつかありますが、今回のランキングに唯一ランクインしたのがこちらのバトル。過去最高の盛り上がりとも言われた第9回高校生ラップ選手権を代表するベストバトルですよね。もうすでに保っているモチベーション、優勝候補にノミネート、 OK レッコオンザマイクフォン、リック G バイバイご機嫌ように関しては鳥肌ものです。見てない人まだ遅くないので今のうちに見ておいてください。第27位にランクインしたのが戦国アンダー22 MC バトルよりノベルコア VS ムカデです。この2人の共通点というと00世代であること、00世代を代表する主人公の2人が戦うこととなりました。このバトルに関してはノベルコアさんの安定感が終始すごいですね。ムカデさんが途中でちょっとグダってしまうのですが、それに対してノベルコアさんが笑いながらグダってしまうじゃねえかお前がグダるとって言ってたのはすごく2人の絆が感じられて面白かったです。とにかく00世代が好きな皆さんなら絶対に見てください。続いて紹介するのが同じく00世代対決、凱旋 MC バトルスペシャルアリーナの陣よりムカデ VS インマンです。このバトルは凱旋埼玉スーパーアリーナ公演の前のピアアリーナで行われたバトルですが、ムカデさんが MC バトルからの実質引退というようなことを宣言して臨んだバトルです。1バース目からムカデさんはバイブス全開で、最後の戦相手はインマン、悪魔の再現準備はいいかと畳みかけていき、インマンさんも大黒柱から前年見ずインマンと陰を踏んでいくところはすごく面白かったです。やはり00世代対決ということで、ね、花があるのでぜひ見てほしいです。第25位にランクインしたのが凱旋 MC バトル東西選抜春の陣2019よりオーソリティ VS MC にがり AKA 赤い稲妻です。もう皆さんの中でなんとなく予想はついていると思いますが、凱旋 MC バトルはこのランキングに信じられない数ランクインしています。そんな中でも特にオーソリティさんが躍進するきっかけともなった春の陣での MC にがりさんとのバトルがランクイン。ヒップホップイズデッドの上で16小節2本の最高のセッションが見られるので皆さんお楽しみに。続いて紹介するのが凱旋 MC バトル東西選抜冬の陣2020よりエース VS MC にがり AKA 赤い稲妻です。このバトルに関してはね、ハイテンポなビートの上での2人の圧倒的なスキルを見ることができますよね。特にエースさんの赤いスニーカーで破壊しますわの部分に、スニーカーの部分にカメラがフォーカスされるのはすごく面白いです。にがりさんがアポロさんのフローを真似するところもすごいスキルだと思うので皆さんよかったら見てください。続いて23位にランクインしたのが戦国15勝のベストバウト、リック G VS 燃えるゴミです。このバトルというと時代の移り変わりを感じるような新生 VS ベテランというバトルですよね。当時10代でありながら圧倒的な実力を誇っていたリック G さんと、炎上請負人燃えるゴミさんのバチバチのバトルを見ることができます。韻を踏むことは簡単じゃねえ、これはライム難関だぜ頭使えというバースは一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。とにかく最高なので必見です。続いて22位にランクインしたのがアンダー22 MC バトル秋の祭典よりニドラアサシン VS ガードマンです。このバトルというとニドラアサシンさんが何を言っているかわからないけれどもかっこいいということが知れ渡ったバトルですよね。お互い関西出身だからかわかりませんが、ボケとツッコミという構造が完全にできているところが面白いです。実は西宮サイハーで昔からつながっていた2人、当時の2人のやり取りを見てからこのバトルを見るとより一層面白く感じると思うのでおすすめです。続いて紹介するのがアンダー22 MC バトル SP3on3 よりオノディ VS ドープマンです。このバトルに関しては口でどこがすごいとかいうのを説明する前にまず見てください。とにかく音乗りについて天才
的な2人が完璧なビートアプローチ、そして独特すぎるフローを見せています。ある種 MC バトルのその先を見せてくれたバトルなのかなというふうにも思っています。バトルとしてもいいですが、 BGM 的な弾き方もできるバトルかなと思うので、よかったら見てください。続いて紹介するのが凱旋 MC バトル東西選抜冬の陣2020より MYVS ガードマンです。この2人というと、もちろん皆さんご存知の通りチャンネルガードマンで活躍している2人、家を壊して壊し合って時に田植えしてっていう関係ですからね。そんな2人の関係だったので、バトルではどんなことになるかと思いますが、意外にも絆が感じられるピースフルなバトルになりましたね。いやー、そこでね、 MY さんがねガードマンさんの髪の毛剃ったりしたら面白かったんですけど、まあそこも含めて見てみてください。続いて19位にランクインしたのが MRJ This is Tokyo Vol.2 よりインマン VS 未明です。この MRJ This is Tokyo Vol.2 という大会、一言で言うとインマン無双。インマンさんのイン、そしてアンサーがバッチリハマりすぎていて誰も手がつけられないという大会でした。特にこの未明さんとのバトルに関しては、未明さんもライマーということで高度すぎるインの踏み合いを見ることができます。インが好きな方は絶対に見るべきバトルだと思うので、よかったらチェックを。続いて18位にランクインしたのが戦国18勝よりサム VS ID です。これに関しては僕も会場で見ていましたが、割れんばかりの歓声が上がっていました。同じ9495でありながらスタイルは全く真逆。 ID さんは熱いバイブストフローで観客を沸かせ、サムさんは冷静なライミングで観客を沸かせるという、まさにスタイルウォーズな一戦かなというふうにも思います。個人的には延長も最近 YouTube で上がったので、そちらもチェックしてほしいです。続いて第17位にランクインしたのが凱旋 MC バトル東西選抜那須の陣2019よりインマン VS ポニーです。これに関しても先ほどのサム VS ID と同じくスタイルウォーズな一戦ですよね。36時間耐久でラップを行った男ポニーさんとインの具現化インマンさんがそれぞれのスタイルを見せ合ったバトルです。ビートに関してユノさんの特殊なビートが流れたんですが、そこにバッチリとはめ込むポニーさんがめちゃくちゃかっこいいので、皆さんチェックを。続いて第16位にランクインしたのが凱旋 MC バトル東西選抜冬の陣2020よりムートン VS 未明です。このバトルというとバーシューで死ぬほど使われているあのパンチラインが生まれたバトルですよね。サイファー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 タイマーライターチャカオンファイヤー、もう一言かっこいいにつきます。一番見ていて食らってしまう MC バトルだと思うので、バーシューでしか見たことがないという人は全編通して見てみてください。一編見たらもう飛びますね。続いて第15位にランクインしたのが UMB2014 より R 指定 VS 呂布カルマです。30位時点では再生数は378万再生でしたが、15位にもなると450万再生以上。実際にこのバトルに関しても MC バトルにおける必修科目というべきバトルでしょうか。 R 指定 VS 呂布カルマというと、フリースタイルダンジョンで呂布カルマさんが腹切りスタイルで敗北を認めたあのバトルが有名ですが、そこまでの経緯を知る上でこのバトルは欠かせないと思うので、絶対に見てください。続いて紹介するのが戦国令和杯より 46VS シュータです。いやー、こちらのバトルに関してはランクインしたのがすごく意外でした。戦国令和杯というとスクリューさんが有名になるきっかけとなったバトルなわけですが、なんと 46VS シュータというこちらのバトルが入ってきましたね。おそらくこのバトルが人気になった背景としては、ただのデブバイバーイというあの TikToker の真似が結構大きく影響してるんじゃないかと僕は考えてます。シュータさんの当時中学生と思えないスキルが爆発しているので、皆さん見てください。続いて第13位にランクインしたのが戦国22勝よりチンザドープネス VS マカです。このバトルはなんと日本だけではなく海外にまで魅力が届いたというとんでもないバトルです。フローをマスターした男チンザドープネスさんと、レゲエからヒップホップまで全てをこなせるアーティストマカさんのバトルだったわけですが、16小節4本という異例の結果になりました。バトルというよりかは最高のセッションなので、見ている方も気持ちよくなるようなバトルですね。続いて第12位にランクインしたのがアドバンススターツアーズよりガードマン VS バチスタです。ガードマンさんとバチスタさんというと凱旋 MC バトル春の陣でも戦った2人ですが、なんとアドバンススターツアーズのこのバトルの方がランクインしてきました。ガードマンさんは熱く、そしてバチスタさんは冷静に淡々とインを踏んでいくということで、銅のライマー VS 正のライマーといった感じでしたが、ガードマンさんの即興能力の高さが分かるバトルとなりました。全てのバースで盛り上がりどころがある最高のバトルなので、よかったら見てください。続いて第11位にランクインしたのが凱旋 MC バトル東西選抜那須の陣2019よりノベルコア VS ボンズです。なんとここからは600万再生超えです。恐ろしいですね。現在では様々な MC バトルに引っ張りだこのボンズさんですが、そのボンズさんの面白さが伝わったバトルがこちらではないでしょうか。クリーンで正統派主人公なノベルコアさんと、ブラックでエンターテイナーなボンズさんというまさにスタイルウォーズな一戦。優勝して凱旋で凱旋イエーに関しては多くのバース集で使われていますよね。ボンズさんのすいませんすいますの部分も最高なので、皆さんよかったら見てください。それではいよいよベスト10に移りたいと思います。第10位はアンダー22
MC バトル SP3on3 よりジョー VS 富士コースです。21位で紹介したオノディさん VS ドープマンさんというバトルの前に行われたこちらのバトルですが、これもこれで伝説のバースが生まれていますよね。当時大阪の超新星として突如 MC バトル地位に現れた富士コースさんと、第10回高校生ラップ選手権で優勝し、当時から若手最強格であったジョーさん。最近流行りの富士コースというフローは一度聞いたら耳から離れないので必見です。続いて紹介するのが凱旋 MC バトル東西選抜夏の陣よりテル VS MC 町間です。このバトルに関してもテルさんの音ハメの部分がバース集でとにかく使われまくっていますよね。 DJ チャカさんのビートに合わせてどこも同じだろほどう今日という音ハメバースがとにかく周りに回っています。個人的には松島さんの独特な返しも注目するべきポイントかなというふうに思ってます。ちょっと疲れた時とかに見てほしいバトルの一つでもありますね。第8位にランクインするのが凱旋 MC バトル東西選抜秋の陣2019よりライマーズ VS ジョー翔一郎ドープマンのバトルです。インマンさん、サムさん、シンペータさんというライマー3人によって組まれた伝説のグループライマーズとジョードープマン翔一郎という謎の組み合わせによってできたチームのバトルですが、ライマーズの3人の皆さんの完璧なコンビネーションが見ていて気持ちいいですよね。そして3人で何より息が合っているところが翔一郎さんを集中砲火するというところ、そのえげつなさも見ていて面白いところなので皆さん見てみてください。そして第7位にランクインしたのが UMB2018 よりムートン VS ベニダクラです。なんと第7位にして700万再生を超えてきました。ハンニャさんの本当のことの上で行われる2人のセッション、もうもはやコンサートというレベルですかね。同じ音乗りでありながらムートンさんはスムーズに滑らかに、ベニザクラさんは歌い上げるかのような歌い方で、どちらにも非常に味があるところが面白いところかなというふうに思います。僕も現場で見ていて鳥肌が立ったバトル、ぜひ皆さん見てください。そして第6位にランクインするのが戦国6将よりキザル VS チンザドープネスです。このバトルというとね、 MC バトルで欠かせない歴史の一つ、チンザドープネスさんのこの野郎じゃんけんみたいないかねえぞの部分に関しては霜降り明星のせいやさんもラジオで真似しているぐらいですからね。それに対してキザルさんも当時足を骨折しながらも完璧なバースを吐いていくという見ていて面白すぎるバトルです。もうこれから先は MC バトルの必修科目なので全部見てください。いよいよトップ5の紹介に移りたいと思います。第5位はアドレナリン2019ファイナルよりシンペータ VS R 指定です。こちらのバトルの再生回数は747万回。このバトルというとまさにドリームマッチ、 UMB2010 の1回戦で超絶ベストバウトを残し、 UMB の連覇経験のある2人が再び戦うこととなりました。5本勝負ということで非常に長いバトルではありますが、最後には感動の結末が待っているので、まだ目にしたことがない人はその目で確かめてみてください。第4位にランクインしたのが UMB2018 よりオーソリティ VS ムートン、再生回数は750万再生となっています。 UMB2018 というとね、このベニザクラ、ムートン、そしてムートン VS オーソリティという2つのバトルがランクインしています。同じ東北出身でありながら当時から MC バトル界最強の一人であり優勝候補だったムートンさんと、全くの無名からリベンジを果たすために上がってきたオーソリティさんという2人の面白いバトルを見ることができます。 UMB の中でも最高の決勝の一つだと思うので皆さん見てください。それではベスト3の発表に移りたいと思います。銅メダル第3位となったのが凱旋 MC バトル東西選抜冬の陣2020より呂布カルマ VS ムートンです。こちらのバトルというとね、あの呂布カルマさんの代表的なパンチライン、魔法陣完成が生まれたバトルでもあります。魔法陣完成というとね、 MC バトル界を代表する流行語の一つだとも思うのでね、このランキングに入ってくるのも納得かなというふうに思います。個人的には延長前のムートンさんの音乗りも非常にヤバいと思うので、そちらもチェックです。続いて銀メダル第2位となったのが凱旋 MC バトル東西選抜春の陣2019よりインマン VS シンペータです。再生回数はなんと985万回。惜しくも1位には少しだけ届きませんでしたが、こちらのバトルもとんでもない再生数です。インマン VS シンペータという新旧ライマーが戦った結果どうなるのかという皆の頭の中で描いていた想像を具現化したようなバトルですよね。結果としてこの2人は人間を卒業してしまったのかというような因の不明をしまくっているので、因が好きな方は絶対に見てほしいバトルの一つです。それではいよいよ第1位のバトルを紹介したいと思います。第1位となったのが凱旋 MC バトル東西選抜春の陣2019より MYVS 内科 MC です。再生回数はなんと998万再生となっています。おそらくこの動画が見られる頃には1000万回再生いってるんじゃないでしょうか。なんとラッパーとして主に活動していない MY さんが出ているこのバトルがランクインする結果となりました。
やっぱりチャンネルガードマンの人気ってすごいですね。1位のバトルが知らず相手聞かせやしょうっていうところも個人的には胸熱かなというふうに思います。最後の MI さんがふざけるところも含めて最高のバトルだと思うので皆さんもよかったら見てください。というわけで第1位は MY vs 内科 MC でした。というわけで再生回数が多い MC バトルランキングトップ30 2022年版やらせていただきましたが、皆さんいかがだったでしょうか。このランキングは今後も1年に1回行っていくと思いますが、来年のランキングもどんなことになっているのか今から非常に楽しみです。またこのバトルが抜けているなどありましたらぜひコメント欄の方で教えていただけたらと思います。カンタのなんだかんだではヒップホップの面白さをより身近な存在にしたい、そんなコンテンツになってほしいと思い、毎日18時に動画を投稿しております。ぜひチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。またヒップホップについてより深く知ることができるチャンネル、カンタのなんやかんやでも活動をしております。こちらでも精力的に活動しておりますので、よかったら登録をお願いします。というわけで次の動画でお会いしましょう。それではまた。ついに MYVS 内科 MC が1000万再生を迎えようとしてるっていうのは本当にすごいことですよね。日本人しか見られないという MC バトルというコンテンツで1000万回再生されるっていうことはね、本当に信じられないことだと思いますよね。僕の動画もいつか1000万再生いってくれたら嬉しいなとは思ってます。